近藤誠明治19年9月4日は、日本の教育家、思想家。明治の六大教育家の一人、攻業者創立者。日本海軍軍人及び、軍属、最終階級は、海軍中佐。陽名は龍之助。江戸生まれ。天保5年9月14日に父を亡くし、4歳で、家督を相続すると、意味名を、誠、地を、基温、通称を聖一郎とした。 宝玉社を設立し、明治六大教育課の一人とされる。日本における、公開術、測量学の基礎を確立したほか、数学、土木学の教育の宣伝をつけた。花文学を推進する立場をとり、日本初のかな化か記事書である、言葉のそのの著者としても知られている。文久三年、幕府軍艦総連書翻訳方に出資。明治二年、 築地海軍総連署に出資し、兵学大助教、兵学小教授、兵学中教授などを歴任し、海軍中佐まで昇進。明治5年に面官となり、翌年1月、海軍省6等出資となり、軍属として務める。欧州市長、海軍2等教官、海軍兵学校公会課長、後等出資、海兵教務副総理、一等教官などを歴任。 明治19年2月に病で面官となるまで海軍兵学校での教育に貢献した。近藤誠は国語学者として先駆者の一人に数えられる業績を残している。明治維新後最も早く学校で文法を教授したのは公玉者である。西南戦争の頃には近藤誠は自ら教授していた。また金の区合の会員で言葉のそのの筆者でもある。 その他、近藤誠の、踏み学びの巻、眉美の落ち葉、簡易小学家浮和史を及び文法書、文字編、助用言の二種の公本が攻玉者学園に保存されているが、文字編、助用言は、孫との直筆使いなんか確定されていない。文字編は、金の発生と発音のりを、助用言では助動詞について、それぞれ解いている。なお、この類別、性質、 情報などを説明しているという言語編の存在は未確認である。明治期に日本の国家を策定する必要が発生して海軍省に打診があった際、たまたま海軍省へ出資していた近藤が西洋事情と文学に詳しいということで歌詞の素案を書いたという話が昭和3年6月に発行されたなぎ万筆に掲載されている。 同書によるとその歌詞は賛同が多かったものの海軍省内の一部で異論があり、お蔵入りになったとされている。ありがとうございます。